二千目的ってありがとう。突然すみません。日々の辛いことや悩みをどこかに吐き出さないと耐えられないのですが、吐き出す相手もいないので、つい SNS にネガティブなことや卑屈なことを載せてしまいます。なるほどな。そうか、ストレスが転じて、ネガティブなことを書いちゃう。 他人を傷つけているわけではありませんが、傷つくんだよな、でも。他人が見ていて気持ちのいいものではないですし、自分自身もその内容に引っ張られてさらにネガティブになっているような気がします。だろうな。やはりネガティブはかな考えは頑張って自分の中に留めて、どうにか力に変換できるようにした方が良いんでしょうか。これは、なんかそういう陰のパワーをさ、エネルギーにして頑張って成功する人もいるから、100人が100人そうであれとは全然思わない。だから SN、SNS にネガティブな、秩屈なことを載せちゃうんだったら、 それはしょうがないとも思うけど、まあそれでさ、すっきりして、そのイラつきだったり何かがさ、辛いことがなくなるんだったらいいよ。その悩みが吐き出して、すっきりして、はあはあよかった。よし、すっきりして次行こうってなるんだったらいいけど、それを書いた上にさ、さらに引っ張られてさらにネガティブになってたらさ、自分にマイナスになってるじゃん。マジで。思わない それだったらやめた方がいいんじゃないだから一ヶ月は試してみれば、俺を信じて。一ヶ月、めっちゃポジティブなことを発信してみる。嘘でもいいから。すごいネガティブなことを感じちゃった時は、その真逆をわざと書いてみる。例えばわかんないけど、ラーメン屋来てさ、ラーメン一丁頼んだら、次のお客さんに先に出ちゃって、自分はもう17分待ってるけど、一向に出る気配はない。オーダーを忘れたのか。 何なんだあの店長。なんか新聞読み出したぞ。お俺のオーダーはどうなんだって時に、あのラーメンまだですかとかって言うのって当たり前のことだけど、なんかつまんないじゃん。そこを一回考えんのよ。これをどういうふうに言ったら周りの人が 全員、ほんのりといい気分になって、ほんのり幸せを感じたり、ああ、あの人素敵って思ったりするんだろうって一回考えてみるのよ。イライラしようが何しようが、辛いことあろうが何しようが、それを世の中で文章として表現したり、言葉に出して発するんだったら、それはもうエネルギーだから、パワーだから自分の、それは生んでる言霊だし、そういったものって自分のもう、例えば人に触るとかと同じ行為だから、言葉を発するっていうのは。 だから、エネルギーがもう生まれてんのよ、そこには。だそれをさ、出すのに、わざわざマイナスのエネルギーばっかりぶち込んでるわけよ、SNS に。そんなことが人生を良くすることは何一つないから、それですっきりした気持ちが手に入るんだったらまだそれでいいけど、そうじゃないんだったら、一回、それ一回考えてごらんよ。俺はいつもそうしてるから、はっカツン来た時に、いや、ちょっと待てと。それを、そのまま出したって何も得しねえよなと。だったらそこで、面白おかしな、 受け取り方をしてあげたらいいんじゃないとか思うわけよ。わか,かんない。ラーメン出てこないとしたら、対象。僕のラーメンは、さっき注文したんですけど、まだ出てきてないんですけど、相当スペシャルな仕込みをしてもらってると俺は期待してます。みたいな。相当、もう,もう何度も言うのもあれですけど、っていやらしいですけど、っつって、先に出てるのはあります僕のまだなんですけど、みたいな。 チャーシューとかがスペシャルなのかなとか、スープがスペシャルなのかなとか言いながら、今楽しみに待ってます、マスター。楽しみに待ってます、みたいな。あ、すいません、すいません、とか言われるけど、すまなくないです。スペシャルなやつが出てくるんで、楽しみに待ってます、とか言って。嫌味だって思ってもいいかもしれないけど、それをすごい楽しく処理してあげて、すいませんっ、つって出てきたら、出たスペシャルが来ましたよ、とか言われる。ガンつって。つって。大将、ちょっといつもと香り違いますね、みたいな。 いや、もう普通に、あの、ノーマルなんですけど、とか言いながら、またまた、とか言って、ちょっと多少時間かかってますから、これは絶対スペシャルですよ、とかね。深いね、みたいな。深いね、みたいな。何今日の出し、みたいな。鳥柄じゃない、普通の鳥柄じゃないね。ウコッケー使ったね。ウコッケーかなみたいな。低い鳥的なやつみたいな。すごい鳥を使ったんじゃないのみたいなこと言いながら。迷惑かな <laughs>。わかんないけど。その方が楽しいじゃん、なんか。 俺はそういう方が楽しいんだよ、人生。そういう人でいたい。すみません。参考になってたな邪魔になってないか